ちは。山梨県川口湖の岩倉公園ビルの共同責任者の宮下と言います。僕は16年前ドイツにビールの提供に行ってきました。その時に初めて飲んだビールバイセンだったんですけど、作り手の思いの通ずるすごい美味しいビールで、そんなビールを作りたいと思って今共同に座っております。いろんなイベント、このミラクスをはじめ、今回ペプスなんですけど、この後大阪、名古屋、横浜があるんですけど、その会場でたくさんの皆さんの笑顔に元気をいただいております。今本当にこの日本東日本大震災で大変な時なんですけど、このビールの業界頑張っていきます。僕らも美味しいビールを作っていきますので、ぜひ皆さんの力を借りてですね、ここビール業界からですね、元気と笑顔を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。